折り紙と生き物を愛する皆さん、こんにちは。 ZIP 総合司会、日本テレビアナウンサーの増田一です。今回は個人的には一番折りたかった動物に行きたいと思っております。ガラパゴスゾウガメです。うおー、これはすごい、すごい、わかります。これそう、こうなんですよ。こうじゃないんだよ、こうなんですよ。板橋さん、どえらいものを作りましたね。去年の夏にですね、 ZIP と所さんのメガテンという2つの番組を巻き込んでガラパゴスに10日間行かせていただきました。ゾウガメとの奇跡のツーショットを撮りました。いや、楽しかったです。本当にこれ以上の仕事ないなと思うぐらいに、正直もう人生の目標を見失うぐらいに楽しかったです。行きますか。ガラパゴスゾウガメ折るとなると、やっぱりどっち折るかですよね。ガラパゴスゾウガメというのは島によって甲羅の形が違いまして、クラ型とドーム型っていう2つに分かれるんですけども、ドーム型って普通にこう甲羅がドーム状で、クラ型っていうのはこういう感じで甲羅が開いてるわけですよ。こうやってで、ここに首がこう伸びるってことなんですけど、クラ型折れないですよね、さすがに。クラ型を今回ぶっ飛んでる方に行きますね、わざわざ。いや、多分これはさすがに世界初なんじゃないですか。ガラパゴスゾウガメのクラ型折った人って。全く今のところ亀に近づく印象はありませんが、ね、ありました。あ、なんかでもすごい不思議な模様。そしたらですね、トモハガエルの時とちょっと似たような折り方をした。ははは、あの立体にするやつですね、はい、これメンダコいけますね。メンダコいけますね。メンダコいけますね。これ絶対折ってますよね。これこういう、これもほぼメンダコですもんね、この感じ。割とメジャーですか、メンダコは。折り紙界ではブームが一時期あった時の折り紙界折り紙界にブームがあるそれ世間一般誰も知らないブーム。そう、一番外側の部分折ったと思うんですけど、はい、そのもう一個内側のこの、あ、これもですか。それは折り込めます。あ、折り込めた。本当だ。うおー、これはすごい、このトランスフォーム。顕微鏡で見る感じの、なんかイカダモンみたいな感じのこの折り方好きっす。名前ついてるんですか、こういうなんか箱みたいな。ジャバラ。ジャバラ、好きな折り方はって言われたらジャバラって言います僕一箇所だけ内側の紙を引き出します。頭になりそうだなこれ。ああ、もうその通りです。なるほど、もう亀見えてきましたもんね、微妙に。この状態でこの方向に、ちょっと言っていいですか、僕今そうするだろうなって思って見てましたちょっと嬉しい。なんか AT フィールドを超えた感じがしていいっすね。なんかね、心の壁を超えた感じが。はい、そしたらですね、先端をここの下に合わせるように一旦折り線を。はい、ちょっと今近づいた距離が離れた気がしますえ、これなんで、はい、あー、でもなんだこの亀感、急にできた。あー、さっきの折り線が見えにくい。ちゃんとつければよかった。折り線見るのももちろん大事なんですけど、わかります今本当に折り線を感じるですね、これまさに。あの、多分シャープ1の頃の私が聞いたら、この人たち何の会話してんだって思ってますけど、今ならわかる、折り線を感じるんですよね。確かに感じてますもんね。もうここが頭になるので、なるべく目いっぱいのところでこう、あ、こうこうですね。そうそう、はい、あのサボテンを食べる感じの、サボテンの実を食べる、あのガラパゴスゾウガメというのはサボテンの実を食べるので、ただサボテンも進化して低いところに実をつけなかったんで、お互いね競争するような進化を遂げた結果、首が伸びてサボテンも高いところに実をつけるようになったというね。そしてですね、まあ、じゃあ頭を作っちゃいましょうか。はい、そしてじゃあ前足からいきますか。足の生え方としては、はい、前へ出てこうですね。そうなんですよ、こうじゃなくてなんかこうなんですよ。そう、こうなんですよね。このすごい、わかります、これ。そう、こうなんですよ。こうじゃないんだよ、こうなんですよ。これ僕らが伝わってんのかな、この感じあー、でもすごいぽいなー、ぽいなー。あー、いいクラ型、見事にナチュラルクラ型になった。というわけで見事ガラパゴスゾウガメのクラ型完成です。見て、ほら、高いところのサボテンを食べるべく進化したこのここのスペースですよ、この首の後ろの。いやー、板橋さん、どえらいものを作りましたねガラパゴス協会の方にお見せしようかなと思ってます。この動画の URL 貼ってお送りしようかなってコメント、高評価、チャンネル登録ぜひお待ちしています。全国の
生き物好き、折り紙好きの皆さん、ぜひ一緒に見ていきましょう。